ダイナスターは西日本旅客鉄道が福井駅金沢駅間を北陸本線経由で運行している特急列車である。愛称表示幕と行き先表示特急、ダイナスターは2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間の延伸開業に伴い、金沢駅で北陸新幹線と接続する列車として運行を開始した。 列車の性格としては2015年3月13日まで運行されていた特急、白鷹の福井駅発着列車の内金沢駅伊勢を引き継いだ形で、大阪駅発着の特急、サンダーバード、名古屋駅、舞原駅発着の特急、白鷺が運転されない朝の下りと夜の上りのみ運行される。JR 西日本の公式説明によれば、 福井県立恐竜博物館に代表される福井県の観光資源、恐竜の英訳、ダイナソーと地元の期待を込めたスターを組み合わせて命名されたものとしている。福井駅金沢駅間でに往復運転される。金沢駅で北陸新幹線と接続する。なお、異常気象などで特急、サンダーバード、白鷺などが運休する場合は、代替として、 鶴ヶ駅金沢駅間に臨時のダイナスターが運行されることもある。福井駅荒温泉駅加賀温泉駅、小松駅金沢駅681系電車、または683系電車が使用される。2往復ともグリーン車を連結した6両編成で、1往復は白鷺用の車両、1往復はサンダーバード用の車両で運転される。 2016年3月26日のダイヤ改正より91.6号についてはグリーン車なしの3両編成に減車された。2021年3月13日のダイヤ改正から1.6号が廃止される予定だったがコロナの感染拡大により2月1日から当該日本は運転取り留めとなりそのまま復活することもなく廃止された。過去の車両広報資料 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。